はい、皆さんこんにちは。水球のサトシです。今回はですね、水球の日本選手権の1日目の結果について話していこうと思います。最初に女子の結果から話していって、後半に男子の結果を話していこうと思います。男子の試合は僕全部見たんで、試合を見て感じた感想とか話していこうと思うんで、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。明日の組み合わせについてもね、その後最後話すんで。はい。では早速女子の結果から話していきます。最初に藤村対ブルボンウォーターポロクラブ柏崎は8対12でブルボンが勝ちました。ブルボンさんおめでとうございます。はい。次に東京女子体育大学対東映会は12対9で東京女子体育大学が勝利しました。おめでとうございます。次に、NSSU ウォーターポロクラブ対秀明大学水球クラブは1対27で秀明大学水球クラブが勝ちました。おめでとうございます。そして最後に日体クラブ対秀明八千代水球クラブは20対9で日体クラブが勝ちました。おめでとうございます。なので女子は明日日体クラブ対ブルボンウォーターポロクラブ柏崎が11時半からあります。東京女子体育大学対秀明大学水球クラブは10時からあります。明日はですね、この日体クラブとブルボンウォーターポロクラブがめちゃくちゃ接戦になるんじゃないかなって思います。ブルボンもやっぱめちゃくちゃ力入れてるチームですし、日体クラブは日本選手権予選1位通過したんで、まあ、ここめちゃくちゃバチバチな試合になると思います。反対側の山もね、東京女子体育大学は本当強いですし、名門の大学でもあるんで、秀明大学にどう食らいつくかっていうのをね、見どころなんで、ぜひ注目して、見れる組み合わせなんじゃないかなって思います。もうこの4チーム上がってきた4チームは本当強いチームなので、めちゃくちゃ差が開くってことはね、なかなかないんじゃないかなって思うんで、本当に競ると思うんで、まあ明日明後日の決勝3位決定戦もね、すごい見どころのある試合になるかと思うんで、ぜひ見ていただけたらと思います。次に、男子の結果を話していくと、まず、岐阜県大垣東高等学校対早稲田大学は9対15で早稲田大学が勝ちました。僕この試合全部見たんですけども、あの早稲田はね、僕は最初プレス行くんじゃないかなって予想してたんですけど、あのちゃんと最初からね引いてましたね。まあ、その分本当になんだろう、ロースコアっていうか、もう早稲田は終始自分たちのペースっていうか、自分たちのやりたい水球をオフェンスでもディフェンスでもしてたように感じました。逆に岐阜県のあの小垣東高校は、あの結構下がられた時に中で勝負っていうよりか、あの外周で下がられた人が、まあ、打つっていう感じで、シュートがねよく決まってました。ループシュートとかね結構入ったりしてましたね。大垣の方もですね、結構早稲田側に下がってたんですけど、やっぱり大学生の底力が見れたというか、大学生はね、まあ、1対1で仕掛けて得点取るっていうのもあったんですけど、降りてきてもあのダブルチームになったと見せかけてそのまま一人で勝負しに行ったりとか、まあ、降りてくる前に勝負しきっちゃうっていうケースがあったんで、もう早稲田はもう終始そういう形で得点につながってたんで、もう蹄五郎選手なんて5点も決めてますし、田中要選手も4点も決めてますね。もうそこはね、やっぱり大学生のね安定した水球っていうのがね見れたんで、まあ、今からでもね、見れるんで、日本選手権の水泳連盟の出してるチャンネルで日本選手権がライブ中継されてたんですけど、それ終わってしまっても今から見れるので、まあ、そこでね本当勉強になるような試合なんで、その早稲田のゲーム運びを見てみてもねいいんじゃないかなって思います。はい。次に、日本体育大学対三軒サーティークラブですね。こちら16対4で、日本体育大学が勝利しました。おめでとうございます。はい。まあ、これ僕も出てたんですけど、前半は正直あの三軒のやりたいディフェンスですかね、ディフェンスとオフェンスに運べてたんですよ。あの日体ってやっぱり1ピリ目2ピリ目にめちゃくちゃ点差開いて、もう前半でゲーム勝負つけてしまうっていうようなイメージがあるんですけど、もうそれがね、あの前半1ピリ目3対2で、あの本当に1点差っていうのはね、なかなか日体らしくない1ピリ目、まあ、日体側もねおそらく僕ら下がってたんで、あの日体のなんだ中に入れてシュート打つっていうのもありますし、ガンガンドライブ来てドライブの人が打つっていう水球が
まあ、できなかったっていうのもありますし、あとはカウンターですね。こっちのオフェンスの割り方結構気をつけてたんで、そのカウンターをバンバン食らうっていうのは、まあ、1ピリオド目少なかったんで、そこは、まあ、ピリオド負けてるんですけども、まあ、ロースコアに持ってこれたのは本当に良かったんじゃないかなって思いますね。で、2ピリ目に3対1で、前半結局6対3で終わってしまったんですけども、まあ、こちらもロースコアで失点3に抑えてるんで、まあ、まだ3点差ならいけるんじゃないかの、かと思ったんですけども、3ピリ目に、まあ、僕結構対戦してしまったり、僕のミスで失点しまったりとか結構あって、3ピリ目は5対0で、取られてしまって、最後に5対1と、で、そこで16対4というスコアになりました。この試合はですね、やっぱり、日体は、その、前半はやっぱり思い通りに攻めれなかったと思うんですけど、後半はやっぱ日体の攻めたいオフェンスっていうのをめちゃくちゃできたと思うんですね。まあ、カウンターからのアーリーの推球もそうですし、ちゃんとボール1投目早く繋いで、右奥繋いで、そっからそこにめがけて、左サイドとか後ろの人が突っ込んできて、まあ、それカウンター潰れてもアーリーで始めるとか、またドライブの流れで攻撃するっていうね、日体のね、もう日体らしさの水球が見れたんで、まあ、そこはやっぱ日体さすがだなって思いましたね。もう本当にコッパ春樹選手も3点決めて、そうですね、もう後輩の小林俊選手、鈴木桃李選手もう2点決めてますね。あと水谷俊也選手も2点です。で、渡辺太陽選手が6点と、もうこりゃ、すごい。6点も決めちゃうんだ、これ。半端ないですね。はい。で、逆に、3件は下がってたんで、フローターからの失点は、まあ、0点ということで、まあ、そこはね、作戦通りというか、まあ、中に勝負されないでよかったんですけど、まあ、外周からね、結構打たれてしまったりとか、あとはドライブとか、まあ、外周から打たれるってより、そうですね、流れの中で失点っていうのが多かったんで、やっぱそこは、もう、さすがですって思いますね。はい。ちょっと語彙力ないんですけど、すいません。はい。次に、専修大学対ブルボンウォーターポロクラブ柏崎です。こちらスコアが、なんと意外なことに、5対12で、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎が勝ちました。おめでとうございます。はい。これはですね、1ピリ目に0対4で、まあ、ブルボンが取りました。で、2ピリ目が1対3で、ブルボンが取って、前半は7対1で終わりましたね。この前半でやっぱ専修大学が全然点取れてないじゃんって思うかもしれないんですけど、試合見てると結構シュートまで行ってるケースがあるんですよ。でもやっぱりそこはブルボンも、経験値高い選手ばっかりですし、上手い選手も、まあ、日本代表選手もいるので、もうそこはブルボンのゲーム運びっていうのが勝ってて、もうブルボンがやりたい水球、ゆっくり攻めたりとか、まあ、時にはカウンターで行ったりとかっていうのもありましたし、ブルボンの得点のケースっていうのが、1対1で仕掛けて、まあ、そこが相手打ったりとか、あとはカウンターで行って、相手打ったりとかっていう、もう本当に、なんだろう。なんか特別すごいことやられたってわけじゃなくて、シンプルに勝負されてシンプルに決められてしまったっていうのがね、あの選手のちょっと痛いところですね。で、選手も意外とみんな攻め上がれてて、ちゃんと中で勝負したりとか外周で勝負したりっていうのができてたんですけど、やっぱキーパーが日本代表の田村選手なんで、そこはさすが日本代表だなって思いましたね。はい。ブルボンの得点源は結構まばらにみんな得点してるんですけども、やっぱり稲葉祐介選手が4点も決めてすごいことになってますね。はい。もう本当明日、明後日、注目してほしいですね、ブルボンには。はい、では次、キングフィッシャー74対筑波大学です。こちら28対6で、キングフィッシャーが勝利しました。おめでとうございます。はい。もう1ピリ目8対1。2ピリ目8対1、3ピリ目6対0、4ピリ目6対4っていう感じで、まあ、僕全部見てたんですけど、やっぱ日本代表すげえなって、もうつくづく思いましたね。もう、試合全体通してキングフィッシャーの、感想を言うと、選手一人一人めちゃくちゃ余裕あるなって思ったんですよ。やっぱりシュート打つ瞬間も絶対空いてるとこ見てて、打つけど空いてたらそっち出したりとか、
自分が抜けました、ワンタッチ打つふりして逆飛ばすとか、フェイクフェイクフェイクして空いたら出すとか、もうキーパーも完全釣って落としてシュート絶対に決め切るっていうのがね、やっぱそれ安定してできてましたし、もう得点源半端ないですね。もう足立聖也選手なんて7点も得点してますし、もうやばかった。安定っていうか、もうなんだろう、もう余裕、めちゃくちゃプレーに余裕があって、めちゃくちゃ視野もうこんなんだなって思いましたね。はい。筑波大学はどうだったのかっていうと、意外とねシュートまで行ってたんですよ。シュートまで行ってたんですけど、やっぱキーパーのナイスセーブがめちゃくちゃ多かったですし、注目選手の津田文也選手、前田裕樹選手がね、もう本当に結構シュート本数いってましたし、ゴリッゴリに攻めてましたね。津田選手はもうめちゃくちゃいいシュートいっぱいあったんですけど、パスもめちゃくちゃ良くて、来たって思って僕見てて思ったんですけど、キーパーのナイスセーブだったり、ハンドアップだったり、ディフェンスが一枚上だったりとかね、もう本当すごかったですね。前田裕樹選手もね、身長高いながらにパパッと素晴らしっこい動きでそこから得点に決めてたんで、もう本当来年度がねすごい楽しみですね。木下歩夢選手もですね、まあ失点は結構多くなってしまったんですけど、結構止めるナイスシュートじゃないや、ナイスキーっていうね場面がね結構ありました。もうこの選手まだ1年生っていうのがね、本当先が楽しみですね。あと3年もあるんで、今後の成長がすごい楽しみです。はい。個人的に僕これ見てて思ったのが、先輩後輩対決あるなって思ったんですよ。まあ襲名の後輩がそうですね、筑波の方に新藤亮太選手だけですけども巻いて、キングフィッシャーの方に襲名の先輩結構います。で逆にキングフィッシャーの方に、宮沢拓夢選手ですね、近郊の後輩で、こちらに先輩津田文也選手と川本冬也選手で、島本和真選手は後輩ですね。はい。そういうつながりが、あと木下歩夢選手と福島選手はあれですね、鹿児島南のつながりということで、やっぱり水球なんか先輩後輩っていうのがねやっぱ多かったんで、僕も会場行って、あ、こんにちはみたいなあったんで、なんかそういうつながりが、先輩と戦えるっていうのは僕も嬉しいですし、後輩と戦えるっていうのも嬉しいですし、まあ、そうでない選手ともやっぱりね、いろんな選手と戦えるっていうのは嬉しいですね。まあ、そういうのもね水球の見どころでもありますね。うわ、あそことあそこ繋がってるんじゃないのみたいな、そういうのやっぱ知ってた方がねもっと面白くなるんで、まあ、決勝と3位決定戦の時にはその辺も細かく話していこうと思うんで、そちらもねぜひ見ていただけたらと思います。で最後に明日の組み合わせについてなんですけれども、男子は日本体育大学対ブルボンウォーターポロクラブ柏崎1時半からあります。で、キングフィッシャー対早稲田大学が、3時からあります。ちょっとねもう深夜2時なんでろれつが回ってなくてはい、ちょっとすいません、もう帰ってきてめちゃくちゃ時間経ってしまって、もう動画が撮るのが遅くなってしまいました。じゃあまずキングフィッシャー対早稲田の方から、まあ、少し明日の予想していくとですね、まあ、早稲田下がるんじゃないかなって思いますね。もう前も日本選手権予選も下がってましたし、まあ、岐阜との対決でも下がってたんで、そこ下がると思いますね、キングフィッシャー相手に。やっぱり、まあ、中もめちゃくちゃ強いですし、まあ、外周が鬼強いんで、キングフィッシャーは、まあ、外周から打たれてしまうかもしれないんですけど、それを中で勝負されるか外周から勝負させるかっていうのは、やっぱり外周の方がね確率低いんで、まあ、そこは外周からね入ってしまったシュートはしょうがないんじゃないかなって思いますね。で早稲田の選手シュート上手いですし、まあ、個の力が強い選手いっぱいいるんで、まあ、そこで早稲田の選手がキングフィッシャー相手に、まあ、通用すればめちゃくちゃ自信になると思いますし、まあ、来年にも、まあ、もしかしたら早稲田から、まあ、代表選手候補出てくるんじゃないかっていう、まあ、そういうところもねもしかしたらあるかもしれないんで、自分の力試しにもなれますし、どれだけオフェンス通用するのか、ディフェンスどれだけ早稲田の下がりをはめれるのかっていうところにね注目してほしいかなって思います。キングフィッシャーはですね、もう注目する選手しかいないですし、ほとんど代表なんで
もうなんて言うんですかね、もう見どころたくさんというか、誰がシュート決めてもどんなオフェンスしても見どころなんですよはい、もう筑波との試合見ててもういちいちワクワクしてましたもん僕。うわ、え、そう攻めるんだみたいな、その発想はなかったなとか、もし自分がそう攻めてたら打っちゃってたなっていうケースとかあったんで、もうその自分の予想と反した攻撃とか得点になると思うんで、そこを自分とね予想しながら、まあ、プレー比較して見てみると、まあ、楽しいんじゃないかなって思うんで、まあ、ぜひ明日もね注目して見ていただければと思います。で次にですね、日本体育大学対ブルボンウォーターポロクラブ柏崎ということでですね、まあこちらめちゃくちゃ競るんじゃないかなって僕思いますね。はい、ブルボンはセットチームですし、まあ日体はまあカウンターアーリーチームなんで、もう本当真逆のチームですよね。でブルボンは今日の専修大学生見てて、もう終始自分たちのペースに運べてたんで、まあ、その流れ、その攻め方、守り方を日体相手にできれば、まあ、ブルボンのペースで終始運べるんじゃないかなと思うんですけども、日体も、まあ、そうはいかないということでカウンターバンバン出すと思いますし、やっぱり少人数で攻めた方が、まあ、下がられる前に勝負できるっていうのもあるんで、そこはそうですね、ブルボンの、まあ、僕の予想なんですけども、オフェンスの終わり方が、まあ、いやらしい終わり方というか、外周から打たないで、まあ、前線でカウンター抜かれたとしても6号とか、まあ、大人数のカウンターを出されるようなオフェンスの終わり方ですね。突発的に打っちゃうとバコーン抜かれてしまって 1-0-2-1-3-2 とか出てしまうんで、まあ、そういうのはね日体相手にやってはいけないと思うんで、オフェンスのブルボンのねオフェンスの終わり方に注目してほしいかなって思います。で日体はやっぱりそこカットカウンター行きたいと思いますし、最後ゴール前でね勝負されちゃうっていうのもやっぱ清水雄介選手もいるんで、そこはね日体も最後降りてくるんじゃないかなって思いますね。ブルボンもちゃんとセット組みますけど、高くなってしまったら、まあ、外周の人がねシュート圏外になってしまったら、日体はそこを一人一人降りてきて、まあ、最後なんかケアするんじゃないかなって思いますね。最初から下がるっていうのはしないと思います。日体のやっぱパスラインディフェンス、今回はそんなパスラインディフェンスゴリゴリにやるって感じではなかったんですけども、まあ、ブルボンの時にパスラインディフェンスしっかりやって、まあ、そこでブルボンのオフェンスを遅らせて最後なんか降りてくるっていうのをねやるんじゃないかなって思いますね。なので日体がどれだけプレスで押し切れるのかで、降りてきた時の、まあ、中の清水雄介選手を抑えるディフェンスはできるのかっていうこと、まあ、そこに、ね、注目してほしいかなって思います。まあ、ブルボンがもし勝つとしたら、終始自分たちのオフェンスディフェンスっていうのをやって、まあ、ロースコアでねピリオドごとの勝負で、まあ、勝負勝ちに持っていくんじゃないかなって思いますね。で日体が、まあ、勝つとしたら、やっぱりそのブルボンのペースを崩して自分たちのペース、まあ、アーリーオフェンスとかディフェンスでも、まあ、カットしてそこからカウンターっていうのをね何本か続けば日体のペースになっていくんで、そこどっちが、まあ、ゲームというか試合の雰囲気を制するのかっていうのがね、もう勝敗につながると思うんで、ぜひそこ注目していただければと思います。はい、僕は明日、まあ、授業あるんですけども、YouTube のライブ配信見ながらコメントしようかなと思うんで、はい、もう皆さんね、僕今日会場で見てたんですけど、もっとコメントしていいと思うんですよ。なんか英語使って会話してたりとか、なんかそうですね、あんまり200人以上いるのにコメントが少なくて、まあ、ちょっとそこを僕積極的にコメントしていこうと思います。でびっくりしたのが、なんかちょっと BGM かかってて、会場とは違う BGM だったんで、ちょっとあれって正直思いました。はい、それは、まあ、シーンとしすぎてるのはね、ちょっとなんか日本選手権らしくないなって思ったんで、まあ、BGM あるのはすごいいいなって思いますね。で僕実際日本選手権出場して、まあ、感じたことだったり、会場の雰囲気とかなんかいろいろ思ったことあるんで、まあ、それはね日本選手権終わってから、まあ、最後の僕の個人的な感想を話していこうと思ってるんで、まあ、そちらね良ければ日本選手権終わった後に、チェックしていただければと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。もし良ければ
評価、グッドボタン、低評価、どちらでもいいんで、ボタンを押していただければと思います。最後にご視聴ありがとうございました。また明日、明後日、水球見ましょう。以上です。